見て見て、見つけたよ。これだよ、僕が見つけたんだ。みんなで協力してここまで来たんじゃないか。まあ、君たちには及第点をあげてもいいな。生意気なやつだな。あら、ちょっとくらい生意気の方が可愛いのよ。レオン、あんまりそっちに行くなよ。ペンダントが…え？うっすらと光っているような気がする。ここにある鉱物のせいじゃありませんの？ねえお兄ちゃん、早く鉱物を取って帰ろうよ。レオン、後ろ。終わったね。やった、嬉しいな。当然ですよね。みんな大丈夫か？うん、なんとか大丈夫だ。あれ、レオンは？さっきまで一緒にいたのに。どうしたんだよレオン。だって本でも見たことない怪物だったんだもん。なるほど、そういうのには免疫がないってわけか。なんだよ。さあクロード、鉱物を取って帰りましょう。そうだな。これでよしっと。レナ、ペンダントはどうなった？今は何ともないわ。やっぱりここにある鉱物と反応したんじゃなくて？不思議だな。そのペンダント何でできているんだろう。ほらレオン、お前が探していた鉱物だぞ。しっかり持ってろよ。海岸で兵士の人も待ってるからな。さあ、行こう。
っていらしたのですね。それで成果は？バッチリだよ。鉱物は採取した。これでラクールホープは完成したも同然だ。さすがレオン博士。あのレオン博士、何かあったのですか？いや、別になかったと思うけど。お疲れ様です、レオン博士。別に、言ってるじゃん。僕一人だって余裕なんだから。では、一刻も早くラクール王に鉱物を届けてください。わかりました。レオン博士、いかがでしたか？結果は上々だよ。王様に報告しに行かなくちゃならないから長話はしてられないんだよね。はっ、失礼いたしました。レオン博士、王様もご両親もお待ちかねです。うん、急いで謁見の間に行くよ。そういうことだからお兄ちゃん、寄り道なんかしないで謁見の間に行こうね。レオン博士、お待ちしておりました。どこでもレオン博士なんだな。おお、レオン、ご苦労であったな。それで鉱物の方はどうじゃった？この通りです。ちゃんと手に入れてきました。おお、さすがはレオンじゃ。よし、フロリス、マードック、早速ラクールホープに装着する作業に取り掛かってくれ。わかりました。ね、本物でしょ。ママ、僕が取ってきたんだよ。レオン、王様の前でしょ。きちんとなさい。では王様、我々はラクールホープの最終製作と調整に取り掛かります。レオンも一員ですので、我々と言っても構わないでしょうか？うん、そうしてもらおう。さて、そなたたちの処分じゃが。処分ってどういうことですか？まあまあ、そう言い切り立つものではない。我々はそなたたちのことを調べ、すでにそなたたちがクロス王より正式に認可を得て、ソーサリーグローブの調査を行っている者たちであることを認めておる。なるほど、少しは疑われていたわけね。もう疑っておるわけではない。それ以上に、そなたたちが信頼するに足る人物であることを認めておるくらいじゃ。それで王様は僕たちに何をお望みなんですか？
ほほう、察しがいいな。実はそなたたちの実力を見込んで、現在前線基地で交戦中の我がラクール軍にぜひとも助力を願いたいのだ。前線基地ですか？前線基地が現在魔物軍に攻められていることは知っておろう。これでは前線基地からエル大陸に向けて船を出すことすらかなわない。強力な武器でもない限り、船隊を組んでエル大陸に進軍することは不可能に近いのだ。ラクールホープができるまでの時間稼ぎをするんですね。さすがはクロスオーが見込んだ勇者たちだけはあるな。共にエル大陸に渡る頼もしい友ができてわしは嬉しいぞ。僕たちには他に方法もありません。それにラクール大陸が魔物に侵攻されているのを黙って見ていられるほど無神経な人間でもありませんしね。うん、交渉成立としようか。では早速前線基地に向かってもらいたい。期待しているぞ、そなたたち。
は前線基地本部へ。新たな心強い味方が一人でも増えることは嬉しいことだ。ありがとうございます。明日以降もラクール王が新たな戦士を送ってくることと思う。あなた方は選ばれた強者だ。ぜひ魔物軍を蹴散らしてもらいたいと思う。味方の戦況はよろしくないんですか？どうしてかね。今までラクールが戦士を雇うなんて話聞いたことがありませんでしたからね。ギク、そんなことはない。ただ魔物軍を叩くには徹底的にと思ってな。ではそうしておきましょうか。今日はこのくらいにしておこうか。明日は朝が早い。各自体調を整えておくように。見た？クロード、ディアスがいたわ。ああ、いたね。どうしたの？あんまり嬉しそうじゃないわ。いや、嬉しいけどなんか腹立たしい気持ちもある。複雑な気分なんだ。そうね、そうなのかもね。ごめん、変なこと言って。うん、私もそうかもしれない。ディアスは2年前勝手に村を飛び出していって、今も村のみんなを心配させている。それが少し腹立たしいけど、会うとやっぱり私は嬉しいもの。レナ、一つだけ聞きたいことがあるんだ。何？ディアスはなぜ村を出て行ったんだ？それは聞きたいか？久しぶりでもないか。武具大会で会ったばかりだからな。よく会うな。俺たち自身が引き合っているのか、誰かさんが引き合わせているのか。え、私？まあどちらにしろ、俺は戦いの中に身を置こうとしているうちに自然とここにいただけのことだ。お前もそれだけのことじゃないのか？僕はソーサリーグローブの調査か。それもいいだろう。しかしそれは常に戦いの渦の中心にあるとも言えるんじゃないか。まさかそんなことをしながら本来は戦いを好まないなどというつもりなのか？僕だってこんな星に飛ばされてなけりゃ。クロード？あの、ごめんなさい。ちょっとディアスに話すことがあるの。ディアスがあんな風に話すの初めて見たから。どういうことだい？ディアスは気づいたのかも。私にはわかるの。ディアスはあなたをクロードを見て変わったんだと思う。変わったって？私はディアスの妹ですもの。任せて。妹？あ、今ちょっと安心したでしょ、クロード。なんだよ。外の風にでも当たりに行くぞ。クロードか。
お前なら安心だ。レナを頼む。え？ディアス。ディアスが思うほど僕は強くない。あなたのような強さを望まれてもレナを守りきる自信なんてない。どうしろって言うんだ。俺が本当に強いとでも思っているのか。え？何のための強さだ。俺の持っている強さは俺自身を守るための強さだ。誰かを守るための強さじゃない。お前を見て不意に気づいたんだ。誰かを守るための強さ。俺は仲間なんて足手まといだと思ってきた。しかしお前は必死になって仲間を守ろうとしている。たとえ自分が傷ついてでも。レナは俺の大切な妹だ。守ってやってくれ。ディアスが僕にレナを守れと。レナ。クロード。レナ、ディアスが村を出た理由を僕はまだ聞いていない。ディアスの家族が山賊に襲われて殺されたからなの。父さん、母さん、セシル。奇跡的に助かったのはディアスだけだった。ディアスはそれからずっと助けられなかった両親のこと、妹のセシルのことで自分を責め続けている。レナを妹って言っているのは？セシルとはずっと仲良しだったわ。本当の姉妹みたいに仲良しだった。ディアスも本当のお兄さんみたいだった。あんなことになるまでは。ごめん、聞くべきじゃなかった。いいえ、聞いてほしかったわ。クロードには聞いてほしかった。レナ、ディアスもきっと聞いてほしかったと思うの、あなたになら。レナ、僕は光の勇者の言葉から始まってここまで来てしまったけど。クロード、僕は君を守るよ。きっとそのためにここにいるんだ。クロード。